p クリ i n ク c s e とは Linux Distribution の一つである。p クロスと略して呼ばれることもある。デスクトップ指向の Linux Distribution として公開されており、GPL ライセンスに従って配布されている。無償で利用することが可能な OS である。マンドラバ Linux の前身である、マンドレイク Linux 9.2をモデルとして開発が開始された。 マンドレークの標準ではない独自の機能を追加し、カスタマイズすることによって、より使いやすくする工夫が施されている。p クリニクサース a としての最初のリリースは2003年10月。当時マンドレーク Linux の主要な開発者で、パッケージマネージャーのビル・レイノルズ、一般にはテックスターという名で広く知られるが、新規 Linux ディストリビューションとして公開した。 ピークリニックサース2007が公開されて以来さらに世界的に注目を集めるようになり主要な各言語版のフォーラムが存在するこれまでのリリースは以下の通りであるピークリニックサース2007マンドレークリナックスをもとにして開発されているため標準のデスクトップ環境は KDE が採用されているオプションとして GNOME や z f s オパンバックスクスド エンライトゥンメント環境で利用するためのパッケージも公式に提供されている。デスクトップアプリケーションやシステム管理の仕組みには重複する特徴が多い。ただし、特に以下の点は、マンドレークリナックスとは異なる。h t t p d i s t r o w a t c h c o m i n d e x p h p d i s t r i b u t i o n p c l クリニックサース ありがとうございます。